先生、今日でマスさん、徳島さん、最後なんだって。え、花束用意したの？先生、パンダ語で喋ってもみんなには伝わらないよ。英語力はピカイチ。マイペースなパンダのせいせいと、英語はちょっと苦手な16歳の高校生レイヤがベラベラになれるワンフレーズをレッスン。せいせいのベラベラ English。 先生、徳島さんとの思い出は？あ、そうだ、徳島さんと篠原さんと一緒に二自由の縄跳びダンスしたよね。じゃあマスさんは？もしかしてマスさんのダンスの真似してるの？でももうそのダンスも見れなくなっちゃうね。ね、先生、マスさんと徳島さんに感謝の気持ちを伝えたいんだけど、何か素敵なフレーズないかな？へえ、素敵。Thanks a million。 今日の Better Better English は Thanks a million、 本当にありがとう。直訳すると100万のありがとう、つまりたくさんのありがとうということで、本当に感謝していることを表すフレーズ。友達同士などカジュアルなシーンで使いましょう。 Are you ready? Thanks a million。